た。あ、ちょっと見てみよう。自分の姿を見てみよう。喋ってるかな。あ、これちょっと垂れ流しにしたら二重に聞こえるやつかな。いいか。あ、喋ってるわ。喋ってるわ、エル。喋ってるわ、エル。よかった。今日ツインテ、そう。今日はね、ちょっとツインテの気分だったから。で、ハウってるよ、エル。お友達みたい。ハウってるよ、エル。ちょっと、ハウってるよ、エル。隣にいるみたい。あの、エル、最近彼氏面好きだから、あの、彼氏面のリプライをください。こんにちは。そうだ、あ、デロンちゃんがいる。え、見て見て見て、これかわいい、かわいい。え、ネシー、こんばんは。ありがとうだよ。あれ、ありがとうだよ、ネシー。あ、どこどこどこ、エル、俺じゃダメか。あー、そうそう、そういうのね、そういうの好きなのよ。そう、そういうの、なんか、あの、エル、いつも俺と一緒にいるときと配信等でテンション違うよなみたいな、そんな感じのが好きなの、エル。結婚したのか、俺以外のやつと。しちゃったー。適当。しちゃったー。どこどこ、ガリカの周りが欲求不満かで、違うじゃん。あの承認欲求は得る欲求かもしれない。あの、認めてよ、得るのこと、みたいな、認めてよ、認めてよ、みたいなね、みとみとみたい。みとの心、いとめてよ、みたいな。どこどこ、全人類が認めてるぞ、ほんと嬉しい、世界各国、ありがとうだよ、やった。エル、この間一緒に食べたランチ美味しかったな。美味しかった。あれね、サイゼで食べたエスカルゴね、美味しかった。いやー、でもエルはエスカルゴを食べてる友達をサイゼリアで見てから、サイゼリアに行けなくなっちゃった。ちょっと、あ、カタツムリですみたいな。そう、思い出があるから、それ以来行ってないね。エルが怒ってあげたもんね。エル、この男の歯ブラシ誰の。フラリ回避じゃん。予習したやつだ。それは海洋で2本持ってるから、別に彼氏のじゃないよ。カタツムリですみたいなね、びっくり。エネルばっかで最低。あー、回避できなかった。色が違わない。そう、いつもとね、ツインテの時はね、髪飾りの色が青になるの。エル本当は青が好きだから。でもなんかエルってなんか朱色っぽいかなっていうイメージが自分であるから、朱色が好きって言ってるけど、本当は青が好きなの。背景がライオンブルーだ。本当に売り切れたんだね、すごい。びっくり。びっくりだよ。ライオンブルー。割と買ってね、2、3週間経つのに全然減らないの、これ。すごい。どこどこ？今日届いた。あ、そうなの？え、すごい。土日でも届くんだ。休んで、アマゾン。
エルの一言で商品が売り切れ、え、じゃあ次何にしようかなって、何を売って買ってほしいかなみんなに。止まるんじゃねえアマゾン休ませてあげて、ちょっと土日までかわいそう。サーチ行くって言うんでしょ。どこどこデロン6に、そう2時3時のお友持ちは見えるようにここに来れるみたいな感じなの。すごい。エルもデロンちゃんのアバター欲しいんだけど、販売してよね、アバターショップでそしたらどれがデロンちゃんか分かんなくなっちゃうけど、でも公式マークついてる横に、すごーい。そういやコミューン買った、コミューン、あの2人はプリキュアの変身動画のやつか。あれね、あれでも絶対プレミアつくよねそっちどうしよう、買うべき。あ、分かった分かった、じゃあ L のツイッターの固定ツイートの欲しいものリストのところに入れとこコミューンが欲しいなみたいな嘘ぴょん。どこどこ、ここ買える買える、ありがとう、嬉しい、来てくれて。エルもね、そうだからアバターがあるの、自分の。そうだからちょっとなんかね、見に行ってみたいなみたいな、他のバーチャルじゃない方のとこもちょっと呼んでよみたいな、エルだよみたいなエルもショールームで配信始まる前から見てたから、NGT の荻野ゆかちゃんとか見てたから、普通にちょっと目立ったさアバターだったら名前呼んでくれるかもしれないし、エルさんって言うんですか、こんにちはみたいなあ、エルでーすみたいなどこどこ待機してたライデルの、あ、そうなの、見えてた。認知よと認知されたいぞやっぱりね、あ、エルだエルじゃんみたいな。カリシオアバター、どういうことカリシオアバターってカリシオアバター、エルもアバター配布したいな、イベントに参加したらいいの、ちょっと本当のショールーマーみたい、そんなことしたら困っちゃうなイキリタブト、でも L、そんなに上手じゃないから神絵師に優勝依頼で頼むしかないね、神絵師様に。どこどこデロン6位ネシーね、かわいいよねデロンちゃんのあばら。どこどこルナちゃんアバター配ってたの、どうやったら配れるの、ルナちゃんもイベントにしてやってた、参加してたのかな、かわいいこのアバター、いいのちなみにエルはまだそのアバター持ってないの。アンパンマンアバターありますか、でも出そうと思えば出せそうだけど、なんかほらアバターショップとかでさ、なんかキティちゃんとかさキッティ、出来たてのポップコーンはいかが、キッティはみんな出来たてのポップコーンはいかが。そう、あれなんていうの話してたっけ、あ、そう、アンパンマンのアバター出そうだけどないよね。出そうと思えばだって有名じゃんアンパンマンって、みんな好きじゃん、だからね、普通にアンパンマン制作委員会の人たちにお願いしたら、つなんでて優しくなっちゃうな、あん優しくなっちゃうな、太郎できたての子、そんなに笑ってないでしょ草生え散らかしすぎ、どこどこ岩永さん元気になったの、あ、そう、エルも昨日ツイッターを見て知った、あ、みたいな、あ、
体調みたいな。なんか風邪流行ってるね。エルもこの前まで風邪ひいてたし、ね、リキア君も風邪ひいてたし、好きあらばパンマン好きあらばパンマン、ちょっとパワーワードだね。俺も風邪だぞ。あ、エルのが映っちゃったかな。え、何の時に映ったのかな。ちょみたいな。ちょみたいなね。岩永さん、カレーが、どういうこと、カレーで映ったの。カレー、最近いるカレー食べてないな。カレー食べたいな。星の王子様食べてた。ナチュラルリキアビ、あ、てかなんかエルエルあのねでね、ハッシュタグ見てたらね、あのリキアくんが一番コラボした1期生はエルって言っててね、あって思った。ちょっとまんざらでもなかったね。あ、そうだよ。そういえばエルたち5月になったらコラボしようねって言っててとか言ってたのに、ちょっと6月になっちゃった。早い。これはエルたちが悪いんじゃなくてね、時の流れが早すぎるのがいけない。もう6月か。でもどっちもボケだからすごくね、大変そう。ここまんざらまんざらき。リキアもガチ恋して、あ、そうなの。そうなの、ガチ恋してるの。ちょっとあの事務所内恋愛はどうなんですかね、そこのところいやー、エルはいいけど、でももしかしたらね、ちょっと怒られちゃうかもしれないから、禁断の果実。どこどこ、リキはどっちもできる。あ、そうなの。陸海兼用みたいな、なんでだっけ、ああいうの、なんかどっちも行けるの、トラックみたいな、水陸両用車なんだね。どこどこ、果実禁断の果実。彼はロリ好きだから大丈夫。ロリじゃないよ。あ、ロリ声で喋ったらいいのかな。ニマド知ってるけど、エルエル高くて歌子お姉さん低くてくざエルも低く喋ろうかな。じゃあ、歌子お姉さんだよみたいなこんな怪しくないか嘘、エル高い方。エル自分声低いと思ってた。ほんと高い方なのかな。エルフのエルって言います。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。よかったらゆっくりしてってね。閲覧3名の方こんばんは。よかったら、あ、いなくなっちゃったキャスあるあるどこどこ、ケニーさんじゃないケニーさんはもうこんなんじゃないから、もっとイケビチックじゃん。お、よー。でもエル似てるって言われたよこの前。もっとイケボチックじゃん。なんかキャー、イケカテヌシーバタコさんになっちゃった。キャー、イケカテヌシーじゃあ名前を呼んでいきたいと思います。花子おやすみ。さくら、まだ寝てないの。こっちおいでよ。みたいな。だから時代は顔より声だからね。そうなの？そうなの？顔より声なの？またまたそういうこと言って。まだ寝な。まったく。困った子猫ちゃんだなみたいなね。草とか言わないでライオンブルーだぞ。
バタコの闇。どこどこ？バタコ。俺じゃダメか。エルじゃないの？宝塚感ある。本当？宝塚って、あ、でもね、宝塚をモチーフにしたキャラクターって本当にいるんだよ。アンパンマンで、あの白玉さんっていうね人が、あの宝塚風の人なの。白、それは白玉の色みたいなね、歌があるんだよ。ライオンブルーやぞ。ノエル、俺じゃダメか。エルだよ。え、ちょっとさ、エルなんかショールーム緊張しちゃうんだけど、ちょっとなんかやだな。やだやだやだじゃないけど、ちょっと なんだろう、緊張しちゃう、自分が嫌なんだよ。やだな、緊張しちゃうな、ちょっとドキドキじゃん。あー、なんで緊張しちゃうんだろう。アラモードの高校生組スコ、あれ、マカロンとショコラ、キュアマカロン出来上がり。あー、マカロン好きだよ、マカロン好きだよ、好きだよ。美しさとときめきをレッツラ混ぜ混ぜっていうの、もうね、あの所狭しにね、セクシーさが入り混じってるみたいなね。なんですかね、みゆきちといい、藤田さんといい、あの所狭しと並べられるあのセクシー感はどこで表現できてるの。あれは美しさとじゃないのよ、美しさと、なんかね、との言い方とかさ、とじゃないじゃん、とみたいなね。これがわかるか。どこどこ。あのドキドキって言ってたら、俺と初デートした時みたいだなって言われちゃった。あ、そういうの好きだよ、エル。どこどこ。急に演技の声にスイッチできるの、割と尋常じゃないと思うんだけど。え、褒められてますかそれ。いや、やっぱりね、切り替えっていうのは、社会で生きていく上で大事だと思うので、あのそこの切り替えを、そこの切り替えをどうするかなんですけど。なんか低い声になるとちょっとミトミトちゃんみたいになっちゃう。どこどこ。エル、セクシーだぞ。いい朝さ。どこどこ。就職できない大学生みたいなこと言い出した。就職できない大学生ってこんな感じなの。え、こう切り替えが大事で、え、大事だよ、でも本当に大事だよ。どこどこ。見た見てといつコラボするの。まだコラボのめどは立っておりません。誠に申し訳ありません。するするなどと口だけ言っておきながら、まだめどが立っていません。まあまずはね、あのみとみとちゃんがエルのことをエルフじゃなくてエルって呼ぶところからかな。でも人狼の時はエルってちゃんと呼んでくれてたよね。どこどこ。エルはいつもの私生活と仕事の切り替えすごいよな。あー、まあね、彼氏の君に見せてる姿とは違うかもしれないけど、やっぱりお仕事の時はちゃんとしっかりして、君といる時だけはちょっと甘えたいなみたいなね。ずる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 。どこどこ。目処が立ってないというか、エルがというか、エルが声かけてないだけなんじゃ。だって嫌だって言われたら嫌だもん、エル。あ、しようって言って、あ、嫌ですみたいな。あ、はい。なんてね、今までのコラボみんなね、あ
相手から声かけてくれたんだよ、かざっちゃんもちひろちゃんも。だからなんかあのリードしてもらう感じだったけどさ、あの L からコラボしって言ったらさ、 L がリードしなくちゃいけないじゃん、あのですね、コラボの流れと言いますのはみたいなあ、 L そんなに引っ張れないみたいなね。どこどこ、インちゃんも遠い存在だから遠くなっちゃった、もう遠くなっちゃった。ベロに声かけた時の感じで、あのコラボしたいですこそみたいな カエルはどないね、そうカエルはまあ確かにエルからだったけど、いやでもあれはあれさ、イレギュラーだよ。だってあのミラティブで最初に言ってくれたのレロンちゃんが、だから別にそんなエルからってエルと人生のコラボしたいな、どういうこと共に歩みちゃんみたいな、嬉しい、エル婚姻届何枚もらってくればいいのさどこどこ、イレギュラーってエルエル言い方もうちょっと、イレギュラーってかっこよくない、なんかノンレギュラーですけどみたいなエルフは高貴な種族だと聞いております、その通りです。どこ早くゼクシー買わなきゃ、あれ何が書いてあるんだろうゼクシーって、なんか告白されたらゼクシーって書いてあるけど中身何が書いてあるんだろう、何が書いてあるんだろう、倦怠期にならないコツみたいなのが書いてあるのかな、それともなんかお揃いの食器おすすめベスト5みたいなイエスノー枕1位みたいな、そんなのが書いてあるのかなあ、YouTuber みたいになんかちょっと買って、あのゼクシー全1年分取り寄せてみた結果わらわらみたいな動画撮ったらいいのかな指輪とか式場の、そうなの、そうなんだ、なんかこういうとこがあります、なんだそういう感じなんだ、じゃあ本当に結婚しないする前提じゃないとあれなんだね、なんかセブンチーンみたいな感覚で読んでたらダメなんだ、くだらね、なんでそういうこと言うくだらなくないよ、もしかしたら求めてる人がいるかもしれないそれまとめサイト、そうだっけなんか結果好きだよねみんな、なんかあのまとめてなんかあのツイッターでちょっとなんか言ってみた結果、なんかとか言わないけどなんか言ってみた結果エル好きだよ、結果発表明日だった面白い、どんな人が書いてるんだろうあれって、なんかミニトマトみたいにこの記事はあの私が書きました写真付きみたいな感じで載ってたらいいのに、なんかほらミニトマトとかで載ってるじゃん、なんかこれは私があの心を込めて作りましたみたいななんかそんな感じでそういうまとめ作った人もこの記事は私が心を込めて素材をかき集めて作りましたみたいな顔写真付きで提供はよく見るそのお名前、カメラマンの方かな、生産者の、そう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 、そういうことだよ、私がやりました、どこどこ道の駅かソース大事、エル、
ナゲットをソース使わない派なんだよね。だからなんかマックので今ね、ほらハッピーセットでさ、あのドゥドゥでさ、あのぬいぐるみを配ってるじゃん。だから最近ハッピーセット頼むんだけど、絶対ナゲットセットなんだけど、ナゲットソースいらないって言うんだよね。なんかただいまですね、期間限定のこちらのオニオン醤油バターコンソメソースがあるんですけどとか、めっちゃ説明されても、あ、L いらないよっていう。だからあれだね、マックでバイトしてる人で、もしクーポンで、 L クーポンですか、ハッピーセット買わないからクーポンでナゲットセットですって言って、ソースいりませんって言って、お飲み物はって言って、牛乳っていう人はL だよ。どこどこ、目口聞くな、 L いらないよっていう。ご一緒にポテトはいかがですか。ハッピーセットポテトついて、あ、知ってた、あれポテトってね、プラスで値段払ったらサイズ大きくしてくれるんだよ。牛乳マジか。牛乳マジか。牛乳、なんか前までアイスティーが好きだったんだけど、なんか選べなかったから、この前牛乳にしたよ。なんかカップより普通にあっちのこんな四角い、こんなとかジェスチャーしてもダメ、わかんないじゃん。L ちょっとジェスチャーしがちだね、見てないのに。こうこんな四角のパックの方がちょっとなんかお得感があるかなみたいな。なんか容器代とか込みでちょっと単価が高そうみたいな思っちゃう。ポケット、ポケットじゃない、ポテトにケチャップ。ちっちゃいつ、ポテトとケチャップで、ポテトとケチャップ、ちっちゃいつのつける位置が分かんなくなっちゃう。ポテトと、ポテトにケチャップ、 L つけない、そう、そのまんま L の隣にいるからジェスチャー分かる。ちょっと茶化さないでよ。庶民的なエルフ、割とね、庶民、あ、でも最近ちょっとねプチ贅沢するようになったよ。あ、お腹空いたなって思ったら食べるようになったよ。高齢者だから塩分控えてね。心配してくれてありがとうだよ。でもエルは塩大好きだから食べちゃう。芋天には、芋天こそそのまんまだよ。逆になんか天ぷら屋さんに行って、他のは天つゆつけるけど、芋天だけはそのままで食べる。俺はハーゲンダッツ食べてるぜ。Aもこの前買ったハーゲンダッツ、ちょっとプチ贅沢したいなと思って買っちゃった。買っちゃったよ、1個300円もしたよ。エルはね、ハーゲンダッツでバニラを食べるとき、チョコソースを大量にかけて、素材そのものの味を台無しにしちゃって、ハーゲンダッツファンの人に怒られる感じのエルフです。目玉焼き、目玉焼き何をか、あ、アンケート機能使ってみた、エル。どこで使えるんだろう。あ、見て、8900人も来てくれてる。ありがとうで嬉しい。ありがとうございます。こんな未熟なエルのためにわざわざ来てくださってありがとうございます。どうか無料でもらえる王様はね、他のイベント頑張ってると方のところに持って行ってあげてください。ね、これ投票機能あるの知ってる？エル知ってるよ。目玉焼きは何派ですか？目玉焼きにつけるの1醤油、2、何がある、みんな何つけるの？
あ、これ言った時点でバレてたけど、エロは醤油派だよ。マヨ？マヨ？みんなの見てみよう。マヨ。3。わさび？ケチャップ、ケチャップ。めんつゆ？めんつゆって麺のつゆだよ。美味しそう。でも醤油が美味しいから普通に美味しそう。ケチャップ、これね、でもテロップに文字数制限があるからね、全部入るから。4、めんつゆ。5、その他。あ、コメントが長すぎます。25文字以内でお願いします。ちょっと L に物申すなんて、ちょっと、じゃあ投票開始にしよう。目玉焼きは何をつけて食べますか？5がその他ね。あ、どうやって投票する？咳払いしていくよ。あ、あのどうやって投票するか、あのさっきまでお星様を投げてたところがなんか投票ボールに変わるます。あ、でもその間はお星様とかギフトが投げれなくなります。塩がな、あ、塩もあるの？じゃあ塩派の人はその他で。あ、いた、脇つっちゃった。脇が痛いな。ワッキーじゃん。なんか知らないけど1になっちゃう。あ、これね、何個でも投げれるんだよ、1人。だから醤油とマヨ好きな人はどっちも投げれるんだよ。全部投げた。関係なくなっちゃう、マギが。どこどこ？わぎわぎマギか。長押しで、長押しで帰れるの？エル知らなかった。ライオンブルー、ライオンブルーをかけるの？目玉焼きにライオンブルーをかけるの？めんつゆなんだよ。でもめんつゆって言ってた人いた。嘘なの？どこどこ？全部投げた。何もかけないのとかあるんだ。素材そのものの味、生産者の田中さんが喜ぶやつだね、それは。そう、俺は醤油かけるんだが、お前らは目玉焼きに何かけるんだよ。ショールームで投票してみた結果、驚きの結果に。好きだよ。生産者の田中さんも醤油かけて食ってる。あ、でもね、なんか生産者の方の話みたいなの、どこで聞いたかわかんないけど、パセリ農家の人がなんか、あのパセリは飾りじゃないです、食べれますみたいなのを言ってて、それを見てからエルはあのパセリ食べるようになった。から穴がち大事。イオナガさんいるの？お体の具合は大丈夫ですか？ありがとうございます。お大事に。エルのが映っちゃったかも。
流行ってますよね最近風邪ね。みんなも気をつけてね。エル、うがい手洗いしてたんですけど。もう今度からしない。痩せてるけどさなんか本当にどこから来るかわからないからみんなも気をつけてね。岩永さん L 推しだからね。え、嬉しい。え、まだ L のこと押してくださってるんですか。え、時々返信遅いからちょっと L もあんまり押されてないかなって思う。 L、 いや違う、 L が遅いんだよ返信ちょっといつも L ちょっとせっかく好きって言ってくださってるのにいつも L 返信遅いしなみたいな。でも最近はね L ちゃんと返信早いよ。遅れるときはちょっと後で返信しますごめんなさいって言うようになったもん。理由がリアルでくさ。ダメだぞ。はあ。反省するぞ。投票早締め切らないで締め切ろう。何が一番多かったんだろう。あ、一番が一番多い。その他が多いんだ。あ、やっぱめんつゆは少数派。うん、なんてなんて、少数派でした。あ、ソースとかがいるんじゃない。ソース派とかやっぱ醤油じゃん。L はあの絞りたて生醤油を使ってるよ、キッコーマンの。あ、また売り切れになっちゃうL の家庭の味を再現しようとまたみんなが箱買いしちゃうよ。ライオンブルーハシボー。ねえ、塩コショウだけ？すごい。そうなの、ヘルシーだね。俺にはすぐ返信返せよ。心配しちまうだろ。ごめんね。返すわ、ちゃんと。マジかよ、買わなきゃ。絞りたて生醤油。さすがにさ、キッコーマンの絞りたて生醤油を売り切れにしたらパッケージモデルとかになれるんじゃない。 L が、私が宣伝しましたみたいな、生産者みたいな。私が宣伝しましたみたいなね。あだあ、ポン酢も美味しそう。1、10、100、1000万、10万、100万個落ちたった。面白い。なんかそういうね、なんでこんなに笑っちゃうんだろう。めっちゃ面白いな。彼氏らの彼氏面のことケリン面っていうの、ほんとくさ。毎回最近ケリンさん話題に出てくるよね、解禁症じゃん。どこどこ、2時30発の CM デビューか。でもエル、ご飯を美味しそうに食べるの得意だよな。美味しいんだけどみたいな。得意だよ、美味しいみたいな。背景青色だけど青好きなの。青好きなの、青が好きなの、エル。お、1万超えた、嬉しい。1万人超えちゃった。今のボイスパーカッションね。顔うるさいし画面映えしそう。どういうことそれ、悪口。ちょっとかぼちゃその方のアバターがかぼちゃだったから、ちょっとかぼちゃでもすごいよね、こういう、あ、エルショールーム緊張しちゃうからみんなのアバターのことかぼちゃだと思うって思ってたら本当にアバターがかぼちゃの人がいた。
はい、かぼちゃ売り切れうんと南売りや何知ってるよかぼちゃって思うんでしょ。うんと喉結構きつそうだけど大丈夫ですか。なんか喉が痛いわけじゃないんですけど、タンタンがからうんと今 L の配信聞きながら運転してるから実質ドライブデートだねあ、見てレインボーブリッジよ。え、L レインボーブリッジ本当に名前 L だと思ってたら白じゃんみたいなね。世界中のカボちゃんに生きらないでってデローンちゃんに言われた。あ、嬉しい。デローンちゃんずっと見てくれてるエルのこと。あ、ちょっとデローンちゃんのプロフィール見てみよう。なんて書いてるかな。カエデロン、バーチャルライバーの樋口カエルです。学校にいるときはなかなかできないけど、皆さんを思いっきり笑わせたいです。エル何も書いてないや、確かプロフィール。え、書かなきゃ。エルもエルも樋口楓さんと同じことを思っていますって書こうかなどこどこ、うん、アリスちゃんおるやんけ。あれ、そうなのあ、ほんとだ、アバターが見えるかわいい、ありがとうだよ、嬉しい。来てくれてありがとうだよ、嬉しい。まあこうやって後輩のみんなにもエルの配信を見に来てくれることはとっても嬉しいことですね。まったくもって、エルエルアバターあるよ。だからエルがなんか他のこのショールームの配信に見に行ったらそのアバターで6位に出るよみたいなね。じゃいじゃじゃい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 。エルザレ実質コラボじゃん。最近エルさんが来てる。来てるの？嬉しい。来てる大百科。ニジさんジャバター可愛い。可愛いよね。お気に入りマギか。でもエルちゃん他の人の配信行かないよね。行きたいという気持ちばかりが空回りをして、そしてその気持ちさえもいつかは遥か地平線の彼方に置いてきてしまったのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。たとえ見には行けなくても誰かの配信を見守っていたいというその気持ちだけはいつでも私の心の中に生き続けているのです。うん、ごまかす、ごまかしてないじゃん。何そういうこと言うのえ、でもエル本当に時間があるときは見てるよ、ちゃんと。アーカイブだけど見てるよって言ったらね、褒めてくれた、この前でりょうちゃんが。そう、今日は時間があったからみんなのアーカイブを見てたんだ。えらいやんかエルは褒められて伸びるタイプだから、そんな当たり前やんとかじゃなくて、えらいやんって言われる方がエルは伸びますねエルちゃんエロいな、えらいじゃなくてエロいなんですか。え、ちょっとエッチじゃん。えらいやん、あー嬉しい、みんなが褒めてくれる。バーチャルエルちゃんだよ。えらいぞ嬉しい、やったやったぜ。えらいやんねやだちょっと、まだお昼ですよ。お昼じゃないか、もう夕方だエルがさっき起きたからエルのアーカイブ披露宴で見ような
エル、ドレスは青がいいな。萌え声聞けますか？今はちょっと喉の調子が悪いので萌え声じゃないかもしれないんですけど、今から萌え声ね、配信をしたいと思います。あんまりどういう声が萌え声なのかはエルはちょっとわかんないんですけど、でもみんなのコメントを見ながらどういう声が萌え声なのかを探っていきたいと思います。かざちゃんできるかな。かざちゃん難しいな。むぎ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 じゃないよ、エルだよ。咳聞いた。じゃあみんなは咳しないんですか？みんなは咳、みんながもし電車とかで咳をしたら切ったねって言われたらどんな気分ですか？エルは嫌です。エルも心あるから、ちょっと切ったねとか言われたら、まあ、確かに汚いかもしれないけど、なんかなんていうか、もうちょっと綺麗の反対とかそういう言葉で言ってもらえたらと思います。以上、野球部の説明を終わります。ありがとうございました。次はサッカー部の皆さん、お願いします。僕たちサッカー部は1年生12名、2年生22名の計35名で日々の活動に励んでいます。だからか、マスクしようって思う。まあごもっとも。エルの心は俺が盗んだからないんだよな。ちょっとベストオブときめきかもそれ。エル嫌いの反対だぞ。うまいな。絶対言われると思った。いや考えながらね、絶対足し算間違ってるよな、絶対35じゃなくないって言われるよなって思ってたら、やっぱりステーキマギか。エル離婚しようの反対だぞ。ちょっと周りくどいよ。そこは素直に結婚しようって言ってくださいよ。あげ足まぎか。あげげそが食べたいでげそ。ときめくポイントが世界七不思議。エルエルのミョウガを俺が盗んだからもうない。これはじゃあ誰のミョウガですか？Who's this ミョウガ？ Who's this ミョウガ is this？ エル同じ墓に入る。エルまだ死にたくないからやだ。エルエルはお酒飲むのかな？お酒でもエル、お酒より美味しい飲み物たくさん知ってるから、なんかそこまでしてお酒をせしめようって思って、せしめようで使い方合ってるかわかんないけど、せしめようって思わないんだよね。そう、さっきもね、配信前に配信しながら飲もうと思って、あれを、紅茶を準備してたんだけど、配信が始まる前に全部飲んじゃった。ポップコーン感覚で全部飲んじゃった。もう、たしなむ、そうそうそれが言いたかったんで、たしなもう、そうたしなもうとは思ってた。アホアホマギが、悪口。どこどこなどをいたわっての、ありがとうだよ。紅茶は断然ストレートティー。エルも、味噌汁作ってくれ。
エル、さつまいも味噌汁が一番好き。な、あと9分じゃん。あのポップノイズが入ってしまった。あ、エルエル、ごめん、これからバイルだから続きはアーカイブ楽しみにしてる。頑張って、ありがとうだよ、いってらっしゃい、頑張ってね。英語力を身につけた漢字力を捨てて戦うエルフ漢字検定、漢字検定1級。でもね、エルなんかね、あの礼儀正しいとかビジネスマナーとか勉強するの好きだから、今度基礎検定受けてくる、エル。そう、あの同時に漢字検定もね、エルね検定オタクなんだよ。だから漢字検定も受けようと思ってたんだけど、筆付けが確か同じだった気がした。だから基礎検定だけにしたの。どこどこ2級頑張るマギか。どこどこ検定オタク、なの少ないな、検定受けるの。なんか、あ、認められたみたいな、エル持ってますけどみたいなね。何かしらで一級を取ってこの世を終えたいよね。サービス接遇検定とか秘書検定とかビジネスマナー検定とか。簿記は無理。どこどこ、承認欲求強すぎ。ここで欲求の伏線回収認めてくれ。どこどこ、新スキンいつなるの。あ、サドバでもこの前あのスキン人気投票のやつが実装されたばっかりだから、いつ頃かな。簿記はいいぞ。簿記ってだってあれ算数でしょ。エル算数苦手だからさ。あ、お腹鳴っちゃったあ、聞こえてなかったかな、言わなきゃよかったかな。可愛さ検定1級だぞ、エルエル。本日分の承認欲求が 100% になりました。秘書検定売り切れ枠座、もう第1回をね締め切ってるから、ちょっとエルと一緒に秘書検定ムーブはおだぶずないのよ。でもどうしよう、ダメだったら。難しいんだよね、秘書検定って。難しい。だってさ、取り次がないように頼まれましたけど、家族から電話がありました、さあどうするみたいなそう、エルはさ、もう素直だから、だって取り次がないようにって言われたから、後で家族にも後でまた連絡するよって言っちゃいそうみたいなね二次三次、そうなの、二次三次検定っていうのある。まあでもこの前の二次三次級で L 満点取れなかったから難しいかも。L が秘書で俺が社長だあ、二次創作がはかどりますか。正解は、正解は普通に家族からの用事は大事かもしれないからみたいな、知れないから取り継がないと、たとえ言われててもちゃんと言いましょうみたいな。今朝問題を解説するだけでちょっと生きれるよね。はかどりまーきか。正解はいちご製菓じゃないのか。だって正解はって聞かれたから、さっきの正解を答えたから、いちご製菓じゃない時々ちょっと
真剣になりたくなる。とサンキューやね、今のえ勉強してるのに、えサンキューなできた当たり前みたいな感じなのかな。とためになるな。嬉しい。あ、ギフトもたくさんありがとうございます。エルもさ、上から何かが落ちてくるスタイルになってみたい。あ、落ちてきたみたいな。あ、全員ギフトの方の名前を呼ぼうと思ったけどちょっと難しいかもしれない。最後に壇上の方のお名前を呼んで終わりたいと思いまーる。そう、だからごめんね、壇上の方しかブーブースクバースクスパカバーしか時間の関係上言えないんだけどこの時々アバターがいる場所が壇上になったり壇の下になったりするのは10分おきに確か交代になるから、もしエル、あ、こんな人いないかもしれないけどさ、壇上に来てエルに名前呼ばれたいよって方は10分前までにみたいな感じですね。そう、時差で最後に順番が変わっちゃうかもしれないから。どこどこ、芋手落ちてくるのかな。あ、それいい、晴れ時々芋手みたいなね。でロンちゃんとアリスさんが LL のために戦ってでもさっきからなんか6位と7位はちょくちょく交換してるの。リシーありがとう。あ、アリスちゃん見てるかい。でロンちゃん見てるかい。あ、バッテリーの残量が少なくなってるって。コンセントの歌。そう、喉の調子が良かったらエルが好きな歌を歌いたかったんだけどちょっとダメかもしれない。いやエルはね、メイコがめちゃめちゃ好きだから、ボカロのだからメイコのね曲はメジャーどころからマイナーどころまでめちゃめちゃ聴くんだよ。儚い月思うみたいな、儚い月思うっていう3文字の曲とかもいいし、あれなんていうのかわかんないんだけどあと美しき大佐っていう曲も好きだし、そう、もっと伸びろっていう曲が多いのね、メイコの曲は。お礼の愛の歌かな。喉無理しないでありがとうだよ。結局最後まで暗記上に出しててさ、あ、本当だ。メイコ好きだわ。メイコのフィギュアも L 何個持ってる ?1、2、3、3個持ってる。メイコのフィギュアなかなかないんだよね。人が生まれとしていい曲なんだよ、聴いてほしいんだよみんなに。忘却真珠わかるに決まってんじゃん。例えば君が死ぬとしたらちゃ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 今日のうちに何がしたい生きた証を残そうかみたいなね。このね無機質の歌い方が好きなの、忘却真珠は。メイコのたとえ世界が魂は消えないみたいね。
歌声と話し声のギャップよ。本当？変わる？他の人のためにデロン消えたのかな。気を使ってくれたのかな、わざわざ壇上の方の名前呼ぶって。だから申し訳ね、ありがとうだよ。ショールーム、だがそう、ショールームはね、あの歌を歌ったら後であの楽曲管理のところであのやらなきゃいけないんだよ。それがね、あのちょっとお手数なんだけど、まあそれを配信終わりと配信終わりか配信前に申請したら、オケマルアカペラか自分で演奏ならって感じだから、ショールームでガチ歌枠をやるときはそうだね、申請をしないといけないんだよね。さすでるゆりちゃん何でもしてるな。ま、一応配信者ですかな。どこどこ、エレル歌うしてほしい。歌うは YouTube でやってみたいね。やろうね、歌は。お花見せて。そう。なんかね、この前なんか、エレルあのねでなんかお花、ガチ勢が多いですが、私はアイラブ東京民ですっていう方がいて、あ、ここみたいに、でもここバップにするちょっと、エッチくないかなみたいな。ちょっとおみたいなね。でもエル揺れないよね。どこどこ、なんか花青くない。そう、二つ結びの時は髪飾りも青なの。よし、じゃあ最後にお名前を呼んで終わりたいと思います。ごめんね、全員お名前呼べなくて。13位かけむかさん、12位ジャンボさん、11位ピッテアールさん、10位貝の星さん、9位炙りマヨ空気さん、8位中浦ジュリアンさん、7位かやのさん、6位アリスちゃん、5位ダイイクさん、4位セント、あ、順番が変わっちゃった順番が変わっちゃった。どこまで読んだか。4位ヨシオさん、3位キリハさん、2位セイントセイヤさん、1位風月堂さんで、大丈夫かの。13位、わたさん、ありがとうございました。あ、アリスちゃんがわざわざ受けてくれたのかな。ありがとうだよ、わざわざ。ごめんね。申し訳ねえだ。なかなかお名前が呼べないから、その分、たくさんコメントを読めるように頑張りまーす。どこどこ？今日もいる、可愛かったな。あ、よし、ではでは、さすアリ、アリスは売り切れちゃい救われる13位さん。よし、ではではここらで終わりたいと思います。久しぶりのショールーム配信でしたが、たくさんありがとうございました。今日は雑談配信でしたな。次の配信は月曜日にまた配信をしまーすので、よかったらまた遊びに来てくれると嬉しいです。月曜日は多分 YouTube かな。ではでは、たくさんありがとうございました。
今日はあとまだ7時間残ってるけど、今からお仕事の方とかお勉強の方は頑張ってください。ではエルの配信はおつえるエルで締めてるので、おつえるエルで締めたいと思います。楽しかったね。ちょっとまだ喉が本調子じゃないけど、たくさんお話できてよかったです。お花はじゃあ次回に持ち越そうと思います。ちょっと上手にしとこ、また後でな。ではでは、おつーエルエル、ありがとうだよ。またお話ししようね。バイバイだよ。ありがとうだよ、本当に。多分録画ちゃんとできてたらアーカイブが残せるかもしれない、 YouTube で。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうだよ。初めての方もありがとうございました。バイバイ。